やってほしいのは、はい、ラインの上に向かって打つイメージなんですけど、はい、ラインの上でスマッシュを沿ったらこれに沿ったらいいじゃないですか。はい、はい、ラインに向かって、はい、打ったのを進んでいく、まっすぐ、はい、一回僕やりますね。はい、良くない方からいくと、はい、極端にやるとダメなのが、あー、はい、これダメです。なるほど。これ使うとそのまま楽になる。あー、なるほど。もうアルジみたいに、はい、これ力みないですよ。ないです。さっき伸ばしたのと、はい、ちょっとずれてるから、ちょっとずれてるから頑張ってる。あー、なるほど。その分重心移動が無駄なんです。はい、重心移動の方向が打ちたい方向じゃなくて、はい、一番重たい重心はこっちに行きながら腕で調整してるから、はい、なるほど、バランスバトル、なるほど。行きたい方向、打ちたい方向に、はい、バランス、構え直しも速くなるんですよ。はい、打った後バンバン戻るのがバン、なるほど。確かに次の一歩のスムーズさがすごいです。はい、そうですね。なのでここですね。なるほど。ここの乗り方、今ちょっとこう入ってるんで、はい、中指ぐらい乗るイメージがします。中指まあちょっと、まあ、とりあえずまっすぐやっていいでしょう。はい、あ、ちょっと前傾姿勢になっちゃった。重心移動の方向で、はい、打った後、はい、本当おかしいんだけど、はい、打った後飛んでいくの。分かりました。はい、イメージ打った飛ぶ、はい、できるだけ頑張って。分かりました。3本ぐらい。分かりました。はい、お、飛べた。はい、だいぶつらい。つま先の乗り方がさっきよりカットしてる。あー、さっきまでだと、さっきまでだと、ちょっとこうかかってた、はい、ちょっとバランスが。ああ、なるほど。はい、今は、なるほど。かかってる。はい。じゃあ、そう、滑る。この前に、そう。はい。さっきまでは、足が重心移動を邪魔してた。なるほど。今のは、はい、乗る。なるほど。それで滑りしてみよう。はい。もうちょっと待って、すごい、はい、いい、フォームすごい綺麗。じゃ今度、当たる瞬間もう一回止めましょう。当たる瞬間に止める。はい、 OK、 はい、全然切れたよね。全然前になってますね。さっきだってつま先で打ってました。そう、なるほど。で、これ、はい、押し合い、せー、はい、力出ますよね。はい、全然出ますね。はい、はい、いい感じです。はい、はい、で今、はい、だいぶ良くなったんですけど、はい、もうちょっと横向き、はい、横向きにぶつける感じが欲しい、はい、テニス横向きの大事なんですよ、はい、なので押し合いっこしましょう。はい、ちょっとラケット置いてもらっていいんですか。はい、イメージは僕はフォアでこう来てる感じ、はい、マッシュさんはバックハンドでこう来てる感じ、はい、それでこれ肩と肩で押し合いします。はい、はい、押し合いします。せーの。あ、結構力強いけど、はい、はい、そうそうそう、はい、力入りやすいサイクル、力入りやすいのサイクル。あ、分かりました。はい、どこが力入りやすいか。お、お、強くなった、強くなった。はい、で、今勝手に重心落としましたよ。はい、落としました。はい、その方が力入る。なるほど。股関節の角度で力入りやすさ変わるんですよ。はい、で人間の関節で一番力で股関節、はい、お尻の筋肉って人間の体で一番大きくて、はい、で筋肉の断面積に比例して力大きいんです、はい、なのでどんな人でもほぼ必ずお尻の筋肉が一番力出るんですよ。この状態からお尻の筋肉使えるんです。はいはいはい、これでも使いづらいです、はい、いい角度ってあるんです。なるほど。ここは人によって違います、はい、もう今マッシュの中でこんぐらいが入りやすいって体の勝手が分かったので、はい、で勝手落ちました。なるほど。なのでそれでもう一回教えてしましょう。はい、はい、せーの。本当に練習になるんですけど、はい、YouTube の絵的にもすごい動画になってると思います、はい、確かに面白いです、はい、グッド、そう、グッド、そう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 、
そうそうそう。なるほど。はい、その感じで、はい、そのまっすぐにしてみて。はあ。前。どう。前。こっち。前。そうですね。はい。体重移動。はい。力のベクトルをちょっと修正したので、今度引っ張りっこします。はい。5回。せーの。はい。はい。前に乗って。はい。前に。おっ、そうそう、そうそう。それで次、せーの。はい。もう、引っ張っていくつもりで。はい。おお、すげえ綺麗。本当ですか？めちゃくちゃ綺麗。今のめちゃくちゃ綺麗です。自分だと。はい、引っ張ってるつもりで。そう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 。はい。はい。腕が綺麗です。おお、本当ですか？自分だと全く、あの、フォームを今意識してるわけじゃなくて、本当にここを引っ張る。そして、力が入るところで当てて、前に出す。ここだけは今意識してるので。これで、今度、はい、入らなくていいんで、ぶっ飛んだら OK です。はい。で、まあ一応でも飛ぶんだけど、はい、入んなくていいから気持ちよく。わかりました。そこだけ行きましょう。わかりました。はい。すごい。ナイスパワー。入んなくていいよ。飛ばす。OK、ナイス。はい。飛ばす。ナイス。ちょっとスピードしましょう。はい。すごい。パワーはすごい。はい。ナイスパワー。当たりは気持ちいいですね。当たりめちゃめちゃ気持ちいいです。はい、めちゃめちゃ気持ちいいですね。はい、で、今まで効率が悪い力の使い方をしていたので、はい、今までと同じように振っていてもすごい飛んでる。はい。あんなに頑張らなくても。はい。効率が良くなったんで、頑張らなくてもパワー出ちゃう。なるほど。はい。なので、はい、6割ぐらい。6割。はい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 。全然そういうのも。ものすごい、はい、今迷いがないです、はい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 、結構ここの引っ張るって感覚と、はい、ここに力が入ってくるやつ、はい、イメージがもう変わってる、はい、その感覚の2つで今、はいはい、すごくもう気持ちよく出てます、はい、そうですよね、はいはい、でまだちょっと急に変えてるからめちゃくちゃ大きく全然入んないんだけど、はい、その気にしなくていいです、はい、今で一番大事なのは気持ちよく楽に当たるところを探すこと、はい、なるほど、はいはい、そこが分かれば、はい、打点がまだちょっとばらつきはありましたけれども、はい、結構ね、同じところできてるんですよ、はい、だからいいイメージができ始めているので、はい、気持ちいい打点、はいはい、そこを探すを、はい、ちょっと、ね、引き続き意識してみてください。わかりました、はい、でこれを思い出すためには、はい、力入りやすいところ、はい、と引っ張るところなので、はいはい、よくやるんですけど、はい、こういう壁とかで、はい、力が入るところを探すためにまずはこう、はい、押す、はい、押す、はい、と自分が入りやすいところ、はい、で、打点を入れるとね、ちょっと力入りづらいので、はい、ちょっと近くでいいです、はい、手元ぐらいです、はい、手元ぐらいで押せるところを探す、はい、こうなのか、こうなのか、はい、いい感じのところを探してもらって、はい、あ、ここだっていうのを見つけてもらって、はい、ここのイメージを持って、はい、なるほど、なるほど、なんで練習始まりに、はい、最初この力を入れる感覚を思い出して、でその後はこのところでグッて押しやすいポイントを思い出して、でそこで入っていくとスムーズに思い出していくということですね。わかりました。でそこの今日やったことをとりあえず全部一通りやれば感覚はどんどん良くなってきて、はい、ここですね。はい。はい。それができると多分修正はできると思います。わかりました。で入るようにするのはちょっとまた次の課題になるんですけど、はい。
ということで、はい、ここまでで今自分が今まで不安に思ってたフォームってところが、はい、だいぶ納得いく形でできてきたので、ちょっと今日本当にありがとうございます、はい、また次のステップもあるって、はい、そうですね、とりあえず飛ばせる状態、気持ちよく飛ばせる状態にはなったので、はい、その後コントロールはまたもうミニラリーから、はい、今の打ち方でミニラリーから積み上げていけば全然できるので、はい、なるほど、わかりました、はい、ちょっとゆっくり覚えようかな、ペースを作って練習してみます。わかりました、はい、今日本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします、はい、ぜひお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。